出すような感じでこのままさ、みんなこれすごい大事なことだから伝えたいんだけど、ドリブルだけの選手怖い。最初1個目のコーンに対して小指でターン一発ね、ちゃんと体の向き変える。でこのターンの後相手背負った状態意識して、でさっきさロールした時に手使うってやったりな、手で相手ブロックしながらこのターン OK。 今レンタルボール見えた？見えない。今コーチは手でレンタルを押さえながらこっちに、例えばじゃあユージのボールを切る。でみんなこれすごい大事なことだから伝えたいんだけど、ドリブルだけの選手怖い。と顔下がってドリブルしか来ない気だったら分かる。だから今度は周り見ながらドリブル、周り見ながら、と相手見ながら、相手見ながら、味方見ながら、これだったら分かんない。なんでかって言ったら、シューが今パスするかもしれないし、シュートするかもしれないし、ドリブルでコーチのこと抜いてくるかもしれない。だからドリブルっていける。だから例えばこういう場面、相手背負って横パスもできるって場面で、これだったら誰でもできる。横にパスできない人いる？いないでしょ。横にパスは誰でもできるんだけど、ここで上手い選手との違いね。上手い選手はこの選手を抜いてこっちに行くことで、じゃあユージこっち走って、このまま前にパス出してよりゴールに近い方にボール届けられる。ごめんユージもう一回戻って。だからこのパスを使う、パス使う、ドリブルだけじゃないからさ、こういう状況背負ってパスすることもできる状況の時にこのままこのターン、もう一回いくよ。ターンしてターンして、こっちもターンして相手背負った状態、手使ってブロックこのままチョンチョンで、ここシザースして逆回し。もう一回いくよ。ターンしてターンして、あれたるみありがとう。ターンしたら相手イメージして手を押さえながら小指のターンで、1、2、3、4、5、6、アウト。左利きはターンしてターンして、こっちで右手で相手を押さえ、左利きは右手で相手を押さえ、でこっからこのターンアウト、足の裏から転がして小指に置きながターン、1回ついて転がして1回ついて、こうやってやったら遅いから、有事にパス出す、パス出すような感じでこのままさ、転がしたらここで止める、ここで返す。 OK ですか？はい、はい、スタート。